逆に考えるんだ。あれ？リアルで話しかけられたら怖いよ。確かにそうだよね。水族館行って見知らぬ人にいきなり話しかけられたらビビるよね。さすがジョースター今日、逆に考えるのがうまい。とりあえずさっきの岩、この辺じゃない、ここだよね。違うわ、やっぱこっちか。岩浜あたりで出たって言ってたもんね。このワープするときに時間経ってなかったらいいんだけどね。ワープするのにもそれなりに時間かかるとかだったらやだな。で、今餌がなくなったって言ってたから、大型用にして、一番でっかい餌にしてみよう。いけんのかな？ 2 個しか、餌があんまりない。よーし。この岩浜の先から、思いっきり遠くに投げてみよう。よし！ほら！再生ボタンの効果音がスカイプの電話みたいでビビる。確かにスカイプみたい。魚影が全然見えない。陸から30メートルぐらいのところでサメ釣れたらビビるよね。魚影がないなぁ。もうちょっと引こうか。今日終わる前にもうちょっと餌買っときたい気分ね。ポイントもいっぱいもらったし。全然魚影がないな。あ、ある、いるいる。見えた見えた。来い来い。よし、グレイ！こっちか。もうちょっとテンションゲージは、濃い方がいいわ。見にくいもん。やばいやばいやばい。つい竿と一緒に体ごと倒れちゃう。全然回せてない。やばいやばいやばい。ちょっと泳がしてテンション下げてからまとめてまくか。結構強いなこいつ。大型は違う。よし、魚がかかると一気に激しくなるね。わら、あ、でかいでかい。これはなんだこいつ。ベラタチウオ、ウツボ。お前あれだ、マリオによく出てるあれだ。どうだサイズ。85センチ。今まで釣った中では最長だね。はぁ、あの岩狙ってみようか。よっ。もっと全力で投げなきゃダメか。ほんと魚の楽園だな、ここ。大きいのもいるだろ。来いよ。来いよ、ベネット。素手でやろうじゃないか。怠慢だ。魚いなくなっちゃった。ほらほら、手前に見えてるお前だよ。来いよ。バトルしようじゃないか。お前50センチぐらいいるだろう。ゼラスルー、来い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 。はい、来ません。よし、もうちょっと奥に。あんまり大きい魚がいないな。
結構影は見えてんだけどな。うん。飛び跳ねやがって。向きを変えよう。もうちょっとこっちにしてみよう。いけ！よし！岩の近く。しかし魚影は見えない。よっしゃグッドだ。グッドだと釣りにくいか。やばいやばい。全然負けない。実は釣り込みを激しく回しすぎたせいでガタちょっとガタが来ちゃったせいで普通に巻こうとすると全然巻けないという罠、逆回しで巻くというわけのわからない行動中。まだ25メートルもある。よし、順調に負けてるな。うう、やっと半分まくってるな。よし、何が釣れるかな。よし、あと10メートル。正直釣り込んのこれなんか握りつぶしちゃいそうなんだよね。全力で握っちゃうから握力でパキーンっていったら嫌だな。釣り込ん版もう買えないんだよ。よしよし、なんだまた打つのか。あーすげえ肩つった。しかも大してでかくない。よし、餌がなくなったから装備変更。普通の M サイズのやつに戻してと。70センチぐらいまでだもんねこれ。とりあえず小さいのでいこうか。サメいるじゃん。サメ、明らかにサメの魚影。でもそんなでかいサメじゃない。あれぐらいならかかっても大丈夫じゃ。ってこ絶対サメじゃん。これ狙おう狙おう。やっぱ1メートルぐらいはあんのかな。もうちょっと遠くに投げよう。ほら、あれ絶対サメじゃん。あ、画面の左の奥行っちゃったけど。ほら、これ。来い。来てる来てる。グーッ、あー、マイクが、マイクの線が。やべえって、12メートルぐらいでかかったのに。18、うわすげえ飛んでる。どん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 持ってかれる。やばいやばい、巻くよりも持ってかれるぐらいの方が多いじゃんか。こんな釣れんのか。相手にスタミナとかあんの。
なかったら引かれる距離の方が多けりゃ一生釣れねえぞ。ある一定以上引かれたらラインブレイクとかだったら泣くよ。よし、スタミナはあるな。よし、おっと、どうだ、かかってんのか。ちょっと跳ねたけど見えなかった。なかなかラインブレイクっていうよりもテンションゲージが下がんない。よし、サメだよなこれ、サメだよな。オッケー、釣れた、やっほー。結構でけえ、ぶっさいくな顔してんな、猫ザメだ。ま、サメの一種には違いないけど、これのことなのか、さっきの子が見たサメっていうのは。ビギナー5級にグレードアップだよね。猫ザメだからとりあえずオッケーなのかな。餌も少なくなってきたし、報告ついでに釣り具屋に行こう。よし、報告に来た。よーん、おっさん、釣り上げたぜ。噂を聞いてるよ。どんなサメだったんだ。猫ザメだったのか。こいつはすごくおとなしいから気がなそうだね。ありがとう。トゥマンパラダイスのサメ調査をコンプリート。4500、なかなかの美味しさ。そして話すと、あ、それだけか。とりあえずここのイベントは OK かな。だったら次は船釣りとかその辺狙おうかな。まず餌いっぱい買っとかないとね。そもそもルアーの釣り方どうするんだっていう。22000、そろそろ高いリールを狙うってのもありか。高い竿も欲しい。欲しいものだらけだ。まずは一番安い餌を10個ぐらい追加。金はある。してこの辺も10個ぐらいずつ適当に追加しておこう。大きいやつだよね。大きいのも釣れないと。大きいの強いから嫌いだ。ね、ちょっとこの辺の贅沢屋さんも。金があると何でもできるね。 LLL サイズ、ワイルドレンジの大型魚、50センチからのメートル級の魚にも。高えな。1個1200。すげえ。1200、1800。メーター級。1、2個だけ買っとこう。なんかすっげえ魚影見つけた時にだけ使おう、これ。結構数買うとバカになんないな、金額。もう何が高いのかよくわからない状態で買っちゃうと、間違えて高いのから使っちゃいそうだよね。ちょっと一番高いのだけ、ね、レインボーは使っちゃダメ。よし、それだけ分かってりゃいいや。棚に戻すだから、買う。はい、高え。今日稼いだ金ほとんど使っちゃった。ポイントカード、ポイントカード。キャッシュバックくれ、キャッシュバック。乗客だぞ、俺は。装備タックル。ルアー釣り。とりあえず中型ぐらいにして。ルアー釣り誰が教えてくれるんだろう。はじめルアーを使おうとしたときにちゃんと見ときゃよかった。まあ、その辺はね、後で編集するときに見直すからわかるだろう。あ、さっきの女の子か、これ。釣り勝負しようって言ってた。
この人受け釣りの人だもんな。チャリ乗るか。あれチャリ借りたっけ。借りたよね。あ、よかった。なんかメッセージマークが浮いてる。話す。新しいフィールドへ行った。そのフィールドへのライセンスを買ったらいけるようになるよっと。バーチャルビーチにカナンレイクにディトゥールリバーとケルキルリバー、そしてマラムジャングルの5つだよ。まだ買ってないな。マップ確認。ワープ便利だよね。火薬センターのところはワープできないのかな。どっかチェックポイントみたいなのがあるのかな。行ってみよう、やってみよう。やったやったやったできた。やったやったやったできた。オッケー、パピピペポオッケー。イベント好き、遊ぶの好き、釣りはもっと好き。お、行動時間が終わります。話す。掲示板は毎日変わるからちゃんと見るといいよ。変わる時期も物によってバラバラみたいだしね。俺の体はバラバラだ。お、話せない。2番でカメラ撮れんだよね。2番っつっちゃった。十字を押すとポーズができる。ムキムキマッチョマン。コロンビア。コロンビアいいよね。完全にコロンビア。あ、一日が終わってしまった。結構見にくいネタ満載だね。わら。コロンビアは有名だよ。コロンビア知らないとか潜りだよ。さあ、一日の終わりはここだよね。お、ちょっとこれはすごく珍しい魚釣ってきましたね。チャージ行ってみよう。ポイント楽しみだね。メバル135、大したことない。次ホウボウ。お、180か。もともとウツボ。あ、大したことないウツボ。来た、ネコサメ1330。やっほー、いいね、いいね。そして猫ザメを釣ったんだから、こっち夜でも行けんのかな。今日一日の売り上げをとか、そんな感じのことがあるかな。話しかけてみよう。どうだ、レベルアップするにはそんなに金を使わせたいのか。地下2階、あ、こっちが淡水魚の方ね。で、地下1階がここだよ。まずは釣るところから始めなきゃダメだね。見る魚が全然増えてない。まだまだ寂しい水族館だ。今にでっかくしてやるぜ。あ、まだ右手の操作が慣れない。浮き釣りスクールじゃなくてルアー釣りスクールないかな。ないな。よし、今日はもう寝よう。これなんだろう、見る。あ、水族館の収益報告。33人、入場料5ポイントだから165ポイントもらったよと。入場料について、普通水族館の内容不満。そりゃそうだ、1匹しか魚いなかったしね。満足した水槽特になしとか寂しい。純利益165。ま、よしとしよう。ランキング水族館収益確認。
なるほどね、こうやって見れるんだ。新しいの増えた。アワード一覧、顧問。顧問は結構これ基本的なやつだからね。スペシャル全然増えてない。ミラクル、これ猫ザメとか。あれ、猫ザメ程度じゃミラクルで言えないか。あんまり進んでないね。設定いい。よし、いいか、夜はゆっくり休んで次の日の英気を失おう。起床、ゴールデンクリフでメバルを釣った、ホウボウを釣った、ウツボを釣った、ウツボを釣った、ネゴザメを釣った。さ、釣りしかしてねえ。水族館来場者数ランクアップ、10人、100人、1000人、1万人。よーし、